さあ優勝決定戦に持ち込めるかというと、そしてランクアップマッチ、町狭間が23段チャレンジというところ大勝戦です。ワンピーがヤンヤンナオと、ツーピーが町狭間。さあまずはお互いこの牽制合戦ですね。さっきのナオトナインもそうでした。ヤンヤンこの辺の立ち回り丁寧でいいですね。そしておもむろな前へ。さあコンボは相変わりやすいものだが、さあ戻って絶対ミスらないコンボを選択し続けるというのが重要です。シスカル、さあ浜の面には定評あるぞ。このヤンヤンナオト高しい対空から時計立つだったが、今のは危なかったですね。ダッチビージャンビーカウンターでした。いつものコンボ決めて、移動機上がりはしっかり遅めしゃがみで潰していく。ちょっと遠いが邪魔みで、さあここで幅が逆転。さあ仕込んでいったが、何を仕込んだか知りませんが驚きますか。キーパーはガード、あーっと食っちゃった。ここでなんで全部打たないのといった感じだが、驚きましたから、決戦がさあ、ナオトガード、あー、6A。 さあ、結果往来か、バーストスカーした上で勝っていくのは狭間。さあ、立ち振り回している、これ重要です。あーっと、うまい、ジャンディーカウンターからしっかり登りいく、 6A。 あっと、このミス。さあ、しゃがみ耐久はもう先に出しておかないとナオトのジャンピーは潰せない。ナオトが攻める、カイドガードして、いや粘着の仕方うまいな、ホントいいですよ。あーナオト機械的な意味でね、実況は公平です。さあこれ後半いって頭が少し繰り返す、さあ出していくがこれはあかんということで、タチピーカウンターですよ。さあ白の死は痛い、あーちょっと痛い、4800。なんかいろいろ配置入れかんのか、ここでオーディーしてクルセイダーはガード。さあジャンプログディー噛まない。さあロボロスで移動している画面を、さあ何も起きず、さあナオトがじりじりと様子を見ている。え、長身届かないオーディ、これは EA が押しっぱなしじゃなかったね、ちょっと遅かった。探し対空ノーマルヒットだが、探し対空カウンターヒットだが、これは遅かった、ジャンプD当たらず。さあなんかごっつんこしましたね、シャガビーが、というわけで町狭間が大勝戦制して、町ラルノチームが A チームを 2-1 で、下して、 A チームは残念ながらここで隣渡す。さあ行きましょう、共に1勝同士なんで優勝決定戦となります。 1P がラルドンナイン、 2P がゴミクズ響きです。さあまずはお互い立ち回り合戦からスタート。これ響きはこの距離でうかつにね、あの分身飛ばすとおそらくネイビープレッシャーがカウンターするんで、なかなか難しいです。分解の立てないマン、ロクシーディレイからしっかりコンボに行く、昇竜で妖精さんごと潰すが、何それどういうこと、コンボリじゃない、
フッサイトガード、レイダーがノーキャンだ。さあここはないねらしいところですね。投げ光りまくっているが、さあこれはダッシーを上からかぶせていくが、どうだ、空中で痛いコンボ当てられないのは響きの欠点でもあります。なんとっても状況がない。あーっとこれはタッチ 4A で暴れたか、並んでましたからね。どうだろうか、劣走が、うん、しかし拾えない、まだあるよ。ジャンピーだー、タッチ B 遅いですけど結構攻撃判定が優秀でございます。一本練習したのは響き、投げレイダーで全て、さあクッサイトはガード、受け身狩り 6C はガードしていくが、クッサイトが当たればどうということはない。さあラインが押す、ラグセイ逃げて 6D で追っかけてきた。ラグセイの硬直に刺さる、2打奥だから、さあつぬぐいしてレイダーラグからのお見合い、クッサイト、あっとこれはウェイルのとこに 6D が引っかかりました。さあシャガ BB が届く、これはバースト使っていきます。ナイン空対空は最強。さあ 1-1 でファイナルラウンド、レッスンをどっちか分かんなかったが、これは安定コンボでいきました。 4A 通していく、クッサイト早いところで当たればコンボに行けない、昇竜拳して、さあここで避難所カイが飛んできた、位置に寝返って端にコンボを決める。あジャンシーめくり、いやまだ残る、あー移動起き上がりしちゃったか。ジャンシーが当たって勝利したのは響き、まずはツピーがです。じゃあ中堅戦、町肌馬対私のラグナです。さあ中堅戦レベル1アクション、危ないな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 、次はもう痛くないが、早いからしっかり
乗っている。まさかのストレートで待ち狭間。さて本部に連絡しますか。なんか持ってる今日、というわけで大将戦です。The wheel of fate is turning. Rebel, one. さあ大将戦の最終戦。まず粘着していくのは響きだが、まだ我慢している。我慢切っていくが、それがいく。さあ移動機上がりだな。 4D が化けたか。 2D にハハ、ジャッシュ置いてある。クータイク。さあ、レッツゴー。これ回せやしまった。ちょっとミスった感じはしたんですけどね。ダッシュカウンター。ダッシュで止まる。さあ、ジャンシー飛び越えて 4B はガード。さあ、ガードは硬い。これ、ウロボロを使って、ここに行く。あーっと、そこまでやっといて、クラッシュフリが。さあ、停滞いく。さあ、しっかり決めてきました。一本選手したのはハザマ。スリーカウンターだが、さあ、しっかりガード仕切っている。あと、ちょっとヒット。投げが抜けて、クータイク。ジャンシー、カウンターだが、ジャンシー、このキングジャンシー当たるんだけどね、距離が遠すぎる。さあ、ダメにカウンターから、しっかり、ジャンシーで起動して。さあ、思い切ったクーラゲだが飛んでいない。響き側、いつもの膝を砕きで締めて。さあ、上田が拾えない。ただ逆にロケージャークが通る。あ、バースト使っていった。さあ、投げていく。多少逆じゃあ、こうね、ここは締めません。じゃあ、西井めくり。いやー、しっかりお強い、今日マジで。というわけで、ラウンド取られてないのまである。勝利したのは、町畑もということで、優勝は町狭間ラルドン9チームです。はい、拍手。